ビリビノ原子力発電所とは、畜地自治管区ビリビノにある原子力発電所である。町と鉱山に電力を供給するほか、地域熱供給用の熱も供給している。ビリビノは、鉱山の町として開発された町であり、他の地区との交通の便が、極めて悪い。このため、発電用、暖房用燃料の輸送費が高くつき、本来なら、 発電原価が高くなる小型の原子炉を使って熱電平均した方がかえって安くつくことから原子力発電所の建設が決定された。1970年に着工し、1974年から1977年にかけて4機が運転を開始した。原子炉は熱出力6.5万キロワット電気出力1点に、 万キロワット、供給熱 15G シャル、H のイングップマイナス6と呼ばれる黒煙。原則沸騰系水圧力管型原子炉であり、小型のため自然循環で熱を取り出す、受動安全設計を大幅に取り入れた設計となっている。また、液体の水が得にくい、北極圏であるため空冷で、複水器が動作するように設計されている。電力需要が減ったため、 現在出力を半分にして運用されている。老朽化のため、2020年頃からペベクに経流する、水上原子力発電所アカデミックロモノソフに代わって、順次廃炉する予定であり、1号機は2019年1月23日に廃止措置に入った。一方、2号機は再度運転期間が延長され、2025年までとなった。 34号機も延長手続きに入っている。ありがとうございます。